本日はご来場ありがとうございます。松本山がサポーターの方はこのまますぐお進めください。第28回 N サンダです。まっすぐ行けた。すごい列だ。列がすごい。あれ、あ、こんにちは。見てますか。無視。こんにちは。見てますか。じゃ、見てますよ。え、ハゲ感出るかな。すごい遅かったね、着いたの。ね。もしかして日産スタジアム行っちゃった？バスの運転手さん。うん、行ってない。本当？どっかの人はね、行っちゃったらしいよ。そう、すごい混んでた。うん、本当？混んでた。そうか。うん、なんか降りるとこも混んでたし、駐車場のところも。なるほどね。だから駐車場入る前に降ろされた。そうだったんだ。今日どうですかね。今日？いよいよ。いよいよですよ。待ちに待った開幕戦。そうですよ。やったー。はい。勝つよ、勝つ、勝つ。さっきテレビ映ってる。え？テレビ映った？どうですか？どこで？今日勝ちますか、ね。勝つ、勝つ。勝ちます。あ、青いのユニフォーム着てる。今日どうですか？そこ映しちゃダメだ。何対何？何対何？誰がいれますか、うん、高崎と浩平ちゃん、うん、まあ順当だね、うん、そうはい、はい、2-0 違うまさかまさか会話だよね。走り抜け四本目、俺たちの四本目、覚えてよ。覚えてきた。頑張って覚えてよ。走るち、もう早くしろ、早くしろ、早くしろ。あれ、ベルディの時も行ったね。ベルディの時も行きましたよ。本当お世話になりました。まあね、はい、誰だろう。高崎ミッシー、ミッシー、あ、ミッシーね、ミッシーのゲーフラ作ってきた。マジっすか、うん、楽しみにしてます。はい、はい、いやー、これすごい列。まだこんなに席があった、こんなに後ろに並んだ。これずっとだよね。今日カツの誕生日。そうなんかマスコミもすごいっていう噂。あ、今日はどんな感じ。今日は予想、予想、今日は2-1ですね。2-1で、2-1で、お、あれ、お、あれ、いましたね、いましたね。あ、来てたじゃん、これ何時、うん、最高です。最高？本当？マスクしてるけどどうした？予防。予防？花粉症じゃなくて？じゃなくて。まあそれは、まあ、さて、今日の予想。予想はどう？今日はね、横浜強いからね、うん、この間鹿島にも勝ってるしね、結構ね、いい勝負。ニューイヤーズカップ、ね。ああ、そうなんだ。ね、今日強いんだよ。そうだね。だからね、去年2回勝ったけど、今回はね、結構いい勝負なのね。1-0。山が。誰が？0対0でずっといって、うん、最後高崎と三島交代して、最後三島入れて、三島のゲフラを出す。なるほどね。
じゃあその予想で、いきますか。なんかいけそうな気がする。いけそう、いけそう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.